エンチャント名、虫殺し。虫系のダメージが増加する。虫系って、雲じゃねえか？雲を探そう。ゾンビいないかな。クリーパー多いっす。クリーパー多いっすね、ほんと。おい、ノックバックしてますね。クリーパー戦とかにはだいぶいいんじゃないでしょうか。うん。どこだ。痛い。痛い。痛い。虫じゃないんですね。痛いって待ってよ。どうも、ノックバック。死んじゃう、死んじゃう、死んじゃう。やばいやばいやばい。見え見え見え。なんとか倒しましたし。ちょっとまあ、ノックバックの確認ができたんで、いいんですが。雲がいない。いや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 、クリーパー兄弟。あかんて。フライ？お前。お前はノックバックしなくていい。なぜかっても、戦いにくくてしょうがない。何の部屋だ？雲がいないですね。本来の目的は、雲を見つけたいので、以前来たんだな。雲いましたさあ、虫、お、一発い、見た今の。ちょ、待って、一発なんですけど、これ。一発。いました、皆さん。で、雲を倒しました。はい。虫殺しの威力が、皆さんに伝わったんじゃないかななんて思っております。このままノックバックしてるの？よっしゃ。海の底に落ちてください。はい、そんなわけで、このね、ダイヤの剣、虫殺しも分かっていただけたんじゃないかと思います。雲、一発でしたね。でも、ネザーに雲なんているんでしょうか？虫なんているんでしょうか？今度はね、こちら。何のエンチャントをしたいんだっていうと、なんか幸運とかっていうエンチャントがあったような気がするんですよね。うん。鉱石などのドロップ数を増加させるという幸運。これをやってみたいと思います。はい。ということで、オートセーブ。ナイスタイミングで邪魔をしてきましたが、さあエンチャントするぞ。3しかない。
例えばこれをまたエンチャントするとかはできないですよね。8、6、これでやってみましょう。耐久力1か。なんていうかな。納得いかん。耐久力1か。納得いかない俺は一体何をするのか。そう。ここでいけるのか。ここでいけるのかっていうところはちょっとわかんないんですが、エンチャントしたのをここに置いておきましょう。さあ幸運来ないよな。幸運ダメだよ。だって効率効率効率なんか色がすごいけど、効率というのはね、効率強化というやつですね。採石速度がアップする。何とも言えないですね。ということで夜になってしまったので、そろそろ終わりとしましょう。今回の成果ですがね、まあ、この虫殺しというやつが、こいつの虫殺しかなり強いですね。ノックバックも非常にいいと思います。でダイヤのツルハシの耐久力1というのは、まあダイヤは耐久力あった方がいいですからね。まあそりゃほんと長持ちするのはほんと嬉しいですけど、1っていうのがね、でも5手あったからしょうがないか。効率1、まあ4ぐらいだったらダイヤのツルハシぐらいにはなるんじゃないかなと思うんですが、1ではどの程度変わるかまだわかんないんでね、まあ、使っていくうちにちょっとなんかあれしてみたいなと思います。ということでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter などのフォローもよろしくお願いします。またね、クオンがね、新しくっていうかゲーム実況の方始めたらしいんで、ぜひそちらも見てあげてください。リンクの方はね、概要欄、下の概要欄の方に載せておくので、ぜひそちらも合わせてチャンネル登録してあげてみてくれればと思います。ということで、ありがとうございました。またご視聴よろしくお願いします。